うわあ、入ったほら入ったナオピーチャンネル多数のご応募ありがとうございます。まあちょっといろんな方法を考えて生配信やりたいと考えております。まだまだご応募を受け付けております。よろしくお願いします。あら、いったほら、あら、いったありがとう。マジで。やったー。あー、痛い。お前。うわー。おっしゃー。いったー。よっしゃー。どうもナオピーです。今日はですね、ツイッターでプチバズりしてしまった。おたけびスイングについて解説していこうと思います。僕はですね、よく声出して打つんですけど、おでやーみたいな感じで打つんですけど、それはですね、自然に出てきてしまうものなんで、意識しているものではありません。なんで練習とかであんまり声出しないんですけど、試合になるとなぜか声が出てしまいます。それはまあいいとして、真似するのはいいと思うんですけど、やり方を間違えるとめちゃくちゃバッと出てこなくて、本打を連発してしまうんで、少しですね、ちょっと誤解を招かないように、まあ、ちゃんとした正しいやり方かわかんないですけど説明していこうと思います。はい、まず大事なことはですね、インパクトまでは絶対に力んではいけないですね。インパクトまでは声出しちゃいけないです。インパクト当たった後か終わった後ぐらいに声を出す。まあ、声出した方が腹圧が上がっていいっていうのは、まあ、他の動画とか、まあ、プロ野球選手も言ってるんでいいと思うんですけど、そのインパクトまでにうーって出してしまうと力んでバットが出てこなくなってしまうんで、まあ、それは絶対にやめた方がいいです。で、まあ、一番大事なのは、インパクトまでに、いかに腕の力を入れずに、下半身と、体幹で、バットを出てこさせるようにするのかが、大事になってくるので、そこの方を説明していきたいと思います。では、意識しているポイントは2つあります。まず1個目は、構え、バットはですね、握らないことをおすすめします。バットを握ってしまうと、バットがですね、加速しなくなって出てこなくなるんで、バットはインパクトまで抜くようにしてください。勝手にですね、下半身指導のバッティングをすれば、インパクトまでは、力なしでいきますんで、そういう下半身の動きを作ってください。で、その関心してのバッティングするには、このように、膝をですね、内側に入れることで勝手にですね、前に行くような状態を作れば、勝手にバットが出てくる仕組みになります。これがとても大事です。僕もですね、力んでしまうんで気をつけてください。で、そのシャウトが速いとバットが出てこなくなります。本当にこれには注意してください。もう一度、そうですね、下半身先行する形ですね。下半身先行でないと、腕でバットを振ってしまうんで、出てこなくなっちゃうんで、しっかりと体重移動で前に出てくるようにするのを意識することが一番大事に、シャウトするよりも大事になってきます。しっかりと、で、当たってから、声出す。当たった瞬間から声出す。そうすることで体幹を固めることで、ボールに自分の体重を
パワーをそのままぶつけることができますって感じ。後に行けーみたいな感じで叫んでいくといいと思います。それが雄たけびスイングになります。皆さんも1ミリでも遠くに飛ばすために頑張りましょう。声の出し方にも、いろいろあるんですけど、まあ、例えば、まあ、僕が最初、大学の頃、今社会人野球でバリバリ活躍している選手に教えてもらったのはスッっていうことで、このスッっていう深さを高める方法なんですけど、僕がこれをやるとピシュッピシュッってこうスッって抜けちゃうんで、これはあんまりこの締まんないんでやめました。で、まあ、今勝手になってしまっているのが、うそうすることで、ここでしっかり固まる、ここで体を硬直させる、インパクトの瞬間にボールに負けないように体を硬直させていることが大事です。なので人にはですね、いろんな出し方があるんで、まあ、練習からですね、遠く糸はスイングをですねやってる最中に、声を出してみて、どんな声が自分に合うのかをですね試していったら、それがそれで自分に合った声の出しを、自分に合った雄たけびスイングを、ぜひともですね極めて、1ミリでも遠くに飛ばせるように頑張ってほしいと思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。